病気様だ。俺がサイヤ人の王子、ベジータ様だ。こうか。早速、スーパーサイヤ人ゴッド SS ゴジータ、バトスペゴジータに、このスーパーサイヤ人孫悟飯を使っていきたいと思う。で、パーティーは、リーダーに、このカカロットトリオを組ませると。このご飯を組ませるにあたって、このトリオは必須だな。ぐらい相性が良すぎる。まあそういう形でガシャ展開したかったんだろうなとは思う。そして2突しました。9周年ゴジータも入れて使っていきたいと思う。こっちがメインになっちゃうかもしんないな。どうだろうな。ターゲット集中ありますからねと。でサポート役でガンマも入れていくといった形。まあスタンバイ正直噛み合うとこあるんだが、スタンバイ入んなくていいキャラたちばっかだから、ガンマ入れてもいいなっていうところに気づいた。カカロットトリオに今一番熱いのがなんと我が妻ブルマの少女期。こいつのサポートと合わせると、もう3枠目にこのブルマを置いて、1番手、2番手にカカロットトリオを置いて運用すると、もう半端じゃなく安定する。そして今回は一応復活要因として、このベジータ様も入れてあるということで、復活がとにかくやばいと思う。火力もあるしな、軽減もあるし。ほんと強いと思う。といったところで早速このメンバーで遊んでいきたいと思う。で、今回ちょっとサポートメモリーも入れようかなって思ったりもしたんだが、まあいいかなと。まあ今回ちょっと試運転だから、ちょっとサポートメモリーなしでいきたいと思う。まずは、早速この並びになりましたと。で、このご飯が、記録メーター18以上で、超高確率必殺発動。24で必殺技が確定追加発動。77% 以上の倍連続で効果抜群で攻撃。攻撃するたびに、気力に、アタック 40%、ディフェンス 30% アップ。5回攻撃すれば、掛け算パッシブは完成するといったわけだ。じゃあ今、全属性ガードがあるといった形だな。一旦、長兄の仲間にディフェンス 50% アップも与えるといったところで。もうこの二人はやってることやばいな、本当にな。こっちも気力メーター24行きたかったんだが、行けずじまいといったわけで。泣くぞ、本当にお礼様は。だからここで、ブルマが。あー、惜しい。まあ、そういうこともあるよな。生きてるな。まあ、この一段目に関して言えば、まあ、まだまだそんなに。ただ、言うても、ご飯が5回か。5回攻撃すれば、パッシブが完成するといったところで。ちなみに、両方無凸と。俺様の無凸ご飯がかましていくと。言ったわけだな。カメラ良くない？もうちょっと。こんなもんだな。うわ、かっけえ！かっけえ！この後ろ回し蹴りですよと。あ、しかもこれ必殺なんだという。ガードで使った技が。あ、これ今効果抜群？そうだよな。で、これで中、さっきので仲間にディフェンス 1.5 倍と。もう、追撃出るよ。なあ。今、1900万ってさ。え、嘘？めちゃくちゃ強くね、こいつ。え、だってまだ完成してないぜ、パッシブ。いや、いくらサポートが入ってるかといって。ちょっとやりすぎだろ、いくらなんでも。うわ、びっくりした。え、こんな強いのご飯。ちょっと俺びっくりしたんだわ。これを無凸の俺様のカッカロと取るよな。まあ本当はコメントでカッカロとたちの記憶に存在しない、あ、存在しない記憶の演出っていうのが面白かった。まあ言われてみれば確かにそうなんだが。こんなにかましてないもんな。なんなら。で、これは受け切れますと。行動後ですし、何よりも 45% カットですと。まあ、先手ね、撃たれちゃうと必殺封じがあったから、まあ、ちょっとめんどくせえなっていうところあったんだが。で、俺様の確定会心ファイナルフラッシュ。攻撃するたびにパッシブが上がっていきますと。いいね。まあ、余裕で虹だというわけだ。で、専用スキル弾を全て兼ね備えて、装備しているといったわけだ。3回目？この俺様確か5回ぐらいやると、マックス値だよな。マックス値。
マックスアタックなんだ。耐えろ耐えろ。しかも攻撃食らうたびにさ、ダメージ軽減 10% 軽減、最大 30%。 やってることやばいよな、本当に。さあ、俺の2つ、ゴジータ倒すな倒すな倒すな。あー、倒しちゃった。俺のゴジータ強えからな、しょうがねえな。そこで黒髪のゴジータがと。いやな、これ見せたらなんか5周年のゴジータを使いたくなっちゃったな。さあ、リーマはディフェンスが嘘でしょ61万あるんだが。これ余裕で耐えれるじゃん。で、当たる前に、このディフェンス力 3.4 倍だろ。てか、こいつも60万あるんだが。え？スタンパは入る必要ないな。まあ、まだ、パッシブが出来上がってないから、もちろん入るつもりは、毛頭ないんだが。うわ、やばい。このパーティー完成度相当高いぞ。どうなっちゃってんの？で、今、ちなみにご飯は？うわ、これ組むと孫一族以外重なるんだ。しかももし孫一族重なったら、これディフェンス 1.2 倍だぜ。やばいな、こいつ。めちゃくちゃカチカチになっちゃうな。カッチンコーになっちゃう。無駄無駄。無駄なんだよ。え、2000番？ガンマサポート、あ、そうだ、ガンマのサポートも入ってんのか。この二人に。ガンマのサポートしたがりだな、おい。問題はあれだな。スタンバー入るな。ガンマは結構スタンバー入って早めに1号になりたいとかあんだよな。いや、これさ、下手したらゴジータ最後ワンパンあんじゃないの？な、ここで完成させて。1000万！え、待って、無凸だぞ、これ。しかも俺アタック上げる。あれ、つけてきてないよ。スキル玉。で、これで5回攻撃したからパッシブが完成しましたと。うわ、強くね、マジで。え？楽しい。あちゃ！いや、ゴジ、スーパーサイヤ人のゴジータ、かっけえ。これアタック260万ぐらいあったっけ？うわ、そうすると、ちょっと、ブルマッチが危ねえかもしんねえな。あ、でもここで、サポート入れれるから、あえてベジータ様戦闘にしよう。ベジータも戦闘して、あ、戦闘にさして、条件を整えてからの、でブルマ7枠目取れば、通常必殺が追加発動するから、で、ディフェンスも上がると言ったわけだ。この曲かっけえよな。ででででで。1800万。このパーティー強すぎるな、マジで。やばい。強。3ゲージ減ったんですか。これスタンバー入れないな。ご飯。そう。マジかよ、おい。終わっちゃうって。まあでもしょうがない。俺様が選んだ。いや、でも、そんな体力ない方でもないんだわな。あ、まあ、ゴジータはあれだけど。9周年、できた時はな、このゴジータやべえってなってたのにな。いや、やっぱりこう火力はインフレしてるな。しかもまたブルマが入れるってのがやばいよな。うわ、これ10周年でさらにこれ進化するんだろ。やばいぜ。曲がかっこいい。どうすっかな。いや、でも多分次のターンで、まあ、あえて復活使えばうまくいけば回せるかもしんねえな。じゃ、ちょっとスタンバー入ろう。ご飯。来た来た来た。いいね、この汗も滴るいい男。このうずうずうず。これがかっこいいかな。おおおお、なった、ドラゴンボール。激アツじゃね。え、ドラゴンボール集めた。で、この時点で、ご飯がダメージ軽減 77% 軽減の全属性ガードといったわけだから、まあ、耐えれるね。しかも9個も取れると。あ、ねえ。
めちゃくちゃかっこいい。ドラゴンレーダー取った時かっこよすぎる。ドラゴンレーダー取ろう。取りますよと。いいね。で、ここで俺様のゴジータが49万もあんの。やばいね。来ますよ。来たね。かっけえよ、マジで。マジでかっこいい。いや、ほんとはターゲットシューティングも使いたかったんだが、ここはしょうがない。どうすっかな。ドラゴンレーダー取りたいよな。ドラゴンレーダー取ろう。で、ここはもう、超高確率回避に全てをかける。ゴジータがミスタロワイト。さあ、9個取ってます。木玉。どうかな。はい、18と。人造人間18号という。何かメッセージ性が隠れた攻撃力だったかな。さあ、ここで、超必殺を入れることによって、仲間のディフェンスが 1.5 倍 ?50% アップだな。そういったことで、牛3枠目のゴジータのディフェンスがさらに強化されたと。俺様大好きだ。ゴジータが。強っ、こいつらマジで。ちょっと回んねえな、これ多分。次で終わりそう。俺様耐えそうなんだよな。復活使えなそうだな。あ、あえて戦闘にブルマと持ってきていいか。いいねー、かっけー。いいよ。こいつも火力出すよな。で、行動後だから全体攻撃も耐えれますと。さすがに必殺は耐えれんよな。苦手属性もあるしな。かっけえ。追撃1200万とかもかっこよすぎる。こいつでおしまいだ。いいね。4回。これやばいな。ちょっとわざと死のうかな。ちょっといかんせん俺のゴジータが大暴れしてる。無駄だな。こいつはもう全員カッチンコだな、本当に。一枠目にいい感じで死ねるパーティーがいないな。ガンマ一番最初持ってくればあるか。初手で必殺来てくれれば、あるか。いや、木玉取りてんだけどな。正直言うと。まあいいよ。相手あんま取んないようにして。いやでもこれ終わるな、ベジータ様で。こんなに必殺来てほしいと思ったことはないんだな。ダメか。強すぎる、このパーティーが。こんなにゴジータを翻弄しているパーティーはない。ゴジータかな、必殺の後、通常攻撃のアタック値が爆発的に飛躍するから、ちょっとそこ狙ってもいいかなと思うんだけどな。いや、つえ。いや、まさかの一軍で行くと勝てないっていうことがあるだなんて思いもしなかった。しかもここ全体攻撃で食らっちゃうと、10% 軽減積むんだよ、俺様が。しかもこれで行動後だろ。勝った。もっと早くスタンバっとけばよかった。もう絶対終わる、ここで。まあ、ご飯の強さ見せれたでしょうといったところで。今度逆に違うキャラ持ってくとな、足引っ張るし、難しいとこなんだよな、これな。ちょっといい感じに調整したとこだけ、またちょっとやり直そう。さあ、ここまで取り戻してきましたよ、といったとこで。で、ここでブルマのアクティブを発動して、ここでさらに、木玉を23個取ると。97個。いやー、ほんとワンパンするとこ見せたかったんだよな。いやー、ここで必殺放ってくれてとかあればな、よかったんだが。おあるぞ、これ前提。そしたらあんまりダメージは与えられんからな。まあ、2番手の俺様の9周年ゴジータが結構かましちゃうかもしんないけどな。
いいよいいよ。逆に好都合。出身のご時世あんまり気玉取んなきゃよかったってことなんだけど、こいつ気玉変化あるから取らないわけにいかんかったんだよな。多分4回か。1800万。やべえ。ブルマのアクティブサポート入ってるからな。いいね、2回目も行きますと。うわ、ワンパンしてー。すげえワンパンしてーな。いや、ご飯行ってくんねえかな。いやー、期待しちゃうな。いや、もうこれ自体もうワンパンではないんだ。概念的には。ブルマも大概強いけどな。800万。ドパラタタタタ。ドパラタタタ。削るね。怒りのマシンガン。錆びついたマシンガンではないと。さあ、ブルモン耐えますと。いいね。さあ、来ました。ここで、3枠目でフルリンクと言ったわけで。で、3番目に置けば、さらに、木玉を積むことができると言ったわけか。ここで取って、ここで取りますと。で、今、チャージカウント、親子三大壁ハメが放てる状態で、チャージは111。で、今の、アタックが57万8000。といったところで、弾けて混ざれ！ちょっとあれだな、あんまりパッシブ詰めてなかったんだな。2、3回ぐらいでかもしれない。ちゃっちゃかかれた。使い切るんだ。いや、俺様が来るパターンもあったんだな。ちょっと今回かかると相談して、かかるとお前が行ってこい。行け、ワンパンしろ、頼む、私で。これ会心出たらなあ、カウンターありえてよな。強マジかよ。おい、しかもマックスパッシブ釣ってないもんな。いや、やべえわマジで。この8周年 GT とか積んだ状態とかぶっ放しみたいな。さあ、といったところで俺様の試してみた動画だ。お前たちの感想待ってるぞ。それじゃあまたな。